ところであかねさん、最近ゲーミングノート使ってるんですって。そうよ、ゲーミングノートはすごいぞ。え、何がすごいんですか。というわけで本日は台湾ギガバイトのウーラ7っていうゲーミングノートパソコンをご紹介していきます。ゲーミングノートって買うとしたら何のために買う？そりゃゲームでしょうね。そうよね、普通そうよね。でも実際使ってみるとこれゲームだけじゃないのよ。あと何に使うんですか？重くてでかい箱ですよね。実はお仕事用にも最高なのこれ、本当に。早いからですか？スピードはもちろんなんだけど、まずディスプレイ、例えばこのオーラ7だとリフレッシュレート 144Hz なんだけど、普通にウィンドウ開いたりメニュースクロールするだけでもヌルヌル感が全然違うの。こんな感じ、ほらすごいでしょ、ほら。おお、すげえ。なんか普通に使ってるだけで気持ちいいですね。そう、速さはもちろんすごいよ。いい？クローム立ち上げてみるよ。せーの、ほい！うわ、一瞬だ。このオーラ7だと、10キーもついたバックライトキーボード搭載で、もちろんゲーミングノートだからこんな感じに LED 発光するんだけど。出たー！これぞ、このいろんな色に光る感じはゲーミングっぽいですよね。このキーボードもかなり打ちやすいの。普通に広いですもんね。キーピッチもそうだし、あと打鍵感も跳ね返りが適度で軽快にタイピングできるのよね。画面も普通に広いですね。何インチなんですかこれは。オーラ7は17インチ、ノート PC としては最大級。あとオーラス5っていう15インチのもあるのよ。小さいデバイスが好きなのよ。ああ、そうなんですかね。うん、そう。でもね、ゲーミングノートは絶対大画面がいいの。大迫力でゲームできるからですか？まあ、それもあるんだけど、それだけが理由なら普通にデスク型のゲーミング PC で大画面モニター使った方がいいじゃない？その方が安上がりなんですよね。うん。じゃあなんでゲーミングノートを使うのか、それが肝なんだけど、ゲーミングノートってとにかくスッキリさせたいから選ぶものなのよ。ああ、どこでも持ち運びできるから、まあ、トイレでもギャルゲーできるとかそういう話ですか？違うわ、変態！貴様切腹！デスクトップ型のゲーミング PC と外付けモニター、キーボード、マウスを揃えた方がスペック対比のコスパは絶対安上がりなの。でもそうしたら配線だらけになるでしょ。まあ場所も取りますもんね。プロゲーマーの机の上とかなんかコックピットみたいになってますね。そう。でもゲーミングノートだとこんな感じで電源ケーブル1本になるのよ。確かにスッキリしてます。もちろん外部モニターをつなげたりゲーミングキーボードをつなげたりできるんだけど、そんな風に使いたかったらそもそもデスクトップにすればいいわけで。確かにね、ノート型にする意味はないですよね。持ち運ばないでしょゲーミングノートって。これ何キロぐらいあるんですか？ 2.5 キロくらい。これアダプターだけで UMPC とかタブレットぐらいありますよ。そうなの、持ち運ばないものなのよ。ゲーミングノートの利点っていうのは、それ1台だけでケーブル1本で高速な PC 環境が出来上がるっていうスッキリした手軽さにあると思うの。だからモニターも一番大きい方がいいのよ。だからゲーミングノートって17インチの商品たくさんあるんですね。遅くなったけど今回のオーラス7スペックはこんな感じ。なんかよくわかんないですけど、すごそうな感じが。第10世代の Core i7-10750H で GeForce GTX1660Ti、 典型的なミドルスペックになります。これでミドルなんですね。そうなの、だいたい15万円前後なんだけど。もちろん早いんですよね。ちょっぱやよちょっぱや。ベンチマークスコアはこんな感じね。シネベンチ FF14、FF15、 普通にプレイできちゃうスコアになってます。クリスタルディスクマークはこんな感じ。PCIe MVNE の SSD だからストレージアクセスも高速だし。ゲーム画面見てよ、例えば GTA5 をバストこんな感じなのよ。すげえ、めっちゃドロドロっすね。しかも画面めちゃ鮮明じゃないですか。そう、感動でしょ。ノートパソコンでこんなヌルヌルに GTA できるのよ。いやー、これはわかります。プレステでやるより鮮明ですね、画面が。気づいたらいつも当たる。大学生みたいですよそれは。で、お仕事用にもいいんですよね当然。拡張性もいいの。こんな感じに底板外して簡単に内部基板にアクセスできるの。メモリとか増やせるってことですか？ラムは SODIMM の DDR4 で最大 64GB、 PCIe M2 SSD のメインストレージと MOSFET M2 が付いてて、それ以外にさらに 2.5 インチのセーターも付いてるの。あかねさんはどんなスペックにしてるんですか？ラムを 32GB にしてストレージは合計 4.5TB になってる。います？そんなに。いるのよそれが。信長の野望とか無双とかゲームいっぱい入れてるの。ゲーミングノート確かにこうして見てみるといいですね。今まであんまり興味なかったんですけど欲しくなってきましたよ。お仕事もゲームも1台ですっきり快適にこなせたい人にはすごくおすすめです。というわけでギガバイトのゲーミングノートパソコンオーラ7のレビューでした。チャンネル登録よろしくお願いします。